多分練習したんだろう。すごく上手くなってる人を発見しました。石広ちょっとやってレグスルー、これでて拍手。そんなにできなかったね。だいぶ練習した。だいぶ練習してます。拍手。最初からコーチもそれで最初からこんなんできへんかったね。最初はできなかった。だからコツコツ努力することは絶対裏切れへんからね。ああやって何回か練習してできるようになる人もいる。10回ぐらい練習したら上手にできるようになる人もいる。だけど100回練習せんとうまくなれへん人もいる。でも100回練習して掴んだものは頭の中に刻み込まれるからな、記憶として。だからそれはしっかり自分の宝物になるから、そうやって一つ一つ、ドリブルはドリブル、シュートはシュートでな、練習していったり、勉強も一緒やで。分かった。はい、そしたら先ほどドリブルでしたよ。片手でもこうちょっとしかこうできへんのじゃなくて、大きくできたらたくさん動けたりするやんか。たくさん動けたりということになるんで、ちょっとしかできへんやつを大きくする練習してて。はい、立って。反対でポジション。